それでは次、真ん中のディストーション。これまた僕、まあ、そのディストーションって何、これディストーション作るのって話を僕してて、当時。はいはいはい、はい。というので、まあ、一般の人もね、普通に聞いてても、ディストーションって言うか、ディストーションなんかと思うけど、これまたちょっと、ディストーションっていう、ネーミングとはまた違う。そうですね。はい。はい、そのアイディアの原点っていうのはどういう部分か。まあ、ちょっと、作ってみますかね。軽くバランスを取っただけなんですけども、まあ、ディストーションの例えば歪みをメインで例えばライブとかで、音を作っていく時になってくるとやっぱりいろんな、まあ、これもちょっとブログには書いたんですけど説明を、まあ、いろんな、歪み方が欲しくなるというか、まあ、例えば、オーバードライブも欲しいしディストーションも欲しいし、まあ、クランチも欲しいしソロも欲しいしっていうのが結構やっぱりあって、そういうのを考えた時にまあ4台とか5台とかしかもこうそれぞれキャラクターが違ってっていうのを、考えていくと結構大変だなっていうセッティングとかも大変だなっていうのがあってまあそういうものが一つにまとまったものでできたら面白いんじゃないのかなと思って作ったのがこうディストーションであるというか基本的にはまあこれも2つノブがついてて、まあ、クリーンの状態だとこういう感じで1チャンネル目弾くとそんなに歪まないっていうかこれで原因が一応マックスなんですけどこれぐらいでもいいですしまあ、ちょっとクランチというか明るめのクランチみたいな音からちょっとこういったまあなんていうんですかねオーバードライブ的なというかコード弾きにもできそうなぐらいのこう1個目は緩い歪みが入っててで2個目のスイッチを振るとI'm sorry.
結構、まあ、ノイズもこれぐらい出るぐらいかなり歪むチャンネルが入って、まあ、これもうちょっと緩くしてもいいんですけど、いう風になってて、ただ例えばこの2種類の音色を普通にエフェクターのペダルで、作ろうと思うと、まあ、2台必要になってくるんですよね。じゃあ音色を切り替えるときに2台をどうするかって、2台同時に踏まないと切り替わらないと。けどそれはここら辺はそのスイッチの回路を、やって、まあ、もちろんこの一番最初のこの1チャンネル目に重なってかかるようにこういう風に重なってかかるようになっているわけです。で、こっちはディストーションのスイッチがオンになっている状態から左側をオフにするとバイパスになると。なので、これ1台で、まあ、変な話、アンプのクリーンチャンネル、クランチチャンネル、ディストーションチャンネルをフットスイッチに切り替えれるような感じの1台でそれができるっていう。まあそれでなおかつ、まあ、同じの、あの音の質感も同じなのでクレンチって、まあ、非常にこうバランスも作りやすいし、まあ、非常に使いやすいんじゃないのかなというのを考えて、まあ、作りましたね、はい。まあ、ありそうで、まあ、そうですね、ありそうではないです、はい、単純なことやもんね。独立してるものはあるんですよ、スイッチが独立してるものはあったりとかするんですけど、なかなかこうこれが全部バイパスになってて、さらにこう重ね掛けできるみたいなものは意外とありそうでないのかな、まあ、あるにはあるんですけどないのかなという、まあ、基本的にはこう2 in 1というか、1つの、ペダルの中に2つものが入っているという、まあ、考え方です。だからこれが1台あれば、例えばこうなんですか、もちろん本番の時ももちろん使いやすいんですけども、リハーサル行く時とかスタジオに自分の好みのアンプがない時とかに持っていけば、まあ、いつもこれでこうバッチリこう音色の切り替えもできるし、まあ、割とこうなんていうんですかね、便利だなっていう、まあ、それをこれを作ってくださいっていう話を一番最初にした。これだから回路的には何、1ちゃんと2ちゃんは完全分離されてんの？1ちゃんがもうほぼオーバードライブみたいな形で、うんうん、それの前にブースターを入れてるっていう形なんです、中では。うんうんうん、だからこの1チャンネル目の歪みに対して2チャンネル目のブースターでゲインが増してくるっていうことですよね。はい、あ、なるほどね。はい、でもそういうの歪みの音が好き で、うんうんうん、でそういう話もしたもんね、はい、そういう感じの歪みがいいんだけどっていう、だから結構割と2チャンネル目もゲインをこうガーンって上げていくとちょっと潰れっぽくなってるのは、そういう風に聞こえるのはっていうのは、多分そういう回路の仕組みになってるからということですかね。はい。だからちょっとこうなんていうんですかね、これ時間かかってたよな作るの。これは最初に作って一番かかりました。だからなんだろう、まあ電気的にもちろん歪ませてるんだろうけど、結構物理的に歪ませてるっていう感じだったりするよね。はい、そうですね。結構無理やりやりっていうか、うん、はい。そうそうそう、そういう、まあちょっと回路的なこと僕はあんま詳しくないんだけど、うん、的な感じですかね。だから本当にこれの作っては調整し、パーツ替え作ってはでも何ヶ月もしてたもんな、結構。そうですね、これ、まあ、一番最初にあの取り掛かったので結構何回もダメ出ししてしまって、うん、いやっつって違うっつって、はい、まあ、1年とは言わんけど半年以上かかったかもしれないですね。そうですね、日々ずっと空いてる時間ずっとやってたもんね、これ、うん、なかなかこれクランチとこうハイゲインの両方いいっていうのがちょっと難しかったですね、うん。で、まあ、あとこれボリュームも、独立しているので、これがアンプの音量、まあ、ちょっと今わざと音量変えますけど、これが1チャンネル目、これもあのボリュームが独立しているんで、ちょっとクランチって結構なんていうかな、マイクに乗せるの結構難しくて、結構大きい音量だじゃないとダメだったり、結構控えめにしとかないとダメだ、切れるんじゃなかったりするので、ボリュームを独立してて、2個目のディストーションの方もボリュームが独立しているので、例えばこれだけ上げておいて、これ単体を例えばソロ用のディストーションとして使うっていう使い方も全然ありというか、まあそういう風にもできるよという感じではありますね。だからこの前に例えば、他のペダルがじゃあ例えばあったとして、
その時だけこれを使って、これをソロ用のディストーションで使うっていうことももちろんできますし、まあそういうクランチはこれを使うとか、まあいろんな使い方が多分こうできると思うんですね。そのそういうふうにはしてあるので、まあそのみんなのアイデア次第でまあいろんなことができるんじゃないのかなというふうにも思っております。はい、まあそれとあれもね、結局このソナーズ通じてのあれやけど、このパッケージに収めたいっていうのがやっぱり、まあそうですね、サイズね、はい、あの気になるおもちゃってブログあるじゃないですか。 あれにソナーズ FX ちょっと書いてもらって、あの書かれてたんですけど、やっぱりその俺が GBEX 好きだから、あのパブロ氏は気持ちいいほどの GBEX 好きでみたいな書かれてて、筐体を見ても分かる通りみたいな書かれてて、まあその通りですみたいな感じではあ、まあ配置っていうのもそうやね。あの大きさに関して言うと、なんでかっていうと、結局僕今あのループアーとかも使ってなくて、エフェクターボードの中に全部直列でエフェクターをこう繋いでて、どんだけ詰めれるかだと思うんですよ、夢を。エフェクターって一個一個夢だと思うんですよ、そのサウンドのね。だから大きいとその分詰める夢が少ないかなと。だからやっぱりちっちゃいサイズでこういっぱいいろんなものがあると、それだけ自分の表現の幅も広がるし、まあ、いろんなことに対応できると。なるほど、ね、うん、っていうことを考えて、やっぱりサイズもちょっとこだわって、まあ、昔はこれが一番小さいサイズ、今はもうね、もっともっと小さくできてるから、こういうのね、決して小さいとは思えへんやるけども、はい、まあ、実際でも制作側からするとかなり結構制約があって大変でしたね。そうですね、はい、で、まあ、このディストーションというネーミングは、まあ、まあ、ストレートですが、はい、まあ、あのとりあえず始めるにあたって、はい、まあ、分かりやすいものを一つ作っておこうということですね。なるほどね、はい、わかりました。